それでは、韓国語また音読していきます。ここからね。ハングル、韓国語の文字。韓国語はハングルという文字を使います。ハングルは母音とシーンが組み合わさってできている文字です。まずは基本的な母音とシーンを覚えましょう。母音。あ、いや、よ、よ、お、よ、う、ゆ、ゆ、ゆい、シーン。 く、ん、ルルる、ん、スす、んぐ、無音で始まる。無音で始まる。ち、ち、く、ルプぷ。は。基本的な挨拶。えー、アニョンハセヨこんにちは。ガムサムニダ。 ありがとうございます。えー、女性4が無理だ。すみません。ごめんなさい。アニョンギアせよ。さようなら。アニょンギアせよ。さようなら。去る人に対して。アニョンギヨセせよ。さようなら。残る人に対して。おお、そうなの。アニョンギョセせ あにょん、けやせよ。基本的な文法。韓国語の基本的な語順は、死語プラス、目的がプラス、動詞です。例えば、ゼオネウン、ハー、セン、ギウン、ニダ。私は学生です。数字。韓国語の数字は2種類あります。固有数詞。えー、っと、これ読めない。 ものを数えるときに使います。漢字数字。えー、年齢や、えー、時間を言うときに使います。漢字数字もあるのね。これちょっとわからないですけどね。固有寿司。花。一。ルル。二。セッ三。ネット。四。ダセット。 漢字数詞、いる、一。い、二。三、三。さ、四。えー、お、五。なんか近いね。基本的な表現。ね、はい。あにょ、いえ。えおでお、を、どこですか。えおるまえを、いくらですか。 モアハセを何をしていますか。